相馬市、相馬市、相馬氏、相馬氏は、日本の氏族の一つ。中世から近世にかけて、下宇佐国北西部、現在の千葉県北西部や道の区国南東部、現在の福島県東部の浜通り夜の森井北を、漁した大名の輩である。官武兵士吉文雄千葉氏の所流。通り寺は、種、種。初代の相馬氏常は、鎌倉時代初期の武将。 千葉常ね種の次男である。しつねが父常ね種より、相馬郡相馬三玄や、現在の千葉県北西部で、松戸から阿弥子にかけての一帯を相続されたことに、始まる。しつねは、常ね種の子でありながら、種の字を継承していない。伝承によると、しつねは、平野正門の子孫である、篠田四国の養子で、正門に、縁の深い相馬送り屋を継承させたとする。 しかし、正門の本拠地はもっと北の祝いで、支配権は、豊田軍、佐島軍であり、相馬軍はその終焉部でしかない。相馬三区里屋は、平忠常以来の暴走兵士の代々の土地だった。数差氏の祖である常春が、相馬五郎と合志すでに、相馬氏を称していた。常春の子、常住、父親と折り合いが悪く家督は継がなかったわ、相馬郎と合した。また、 ツネズミの子、ジョー・キヨシも、相馬氏を称していた。なお、ジョー・キヨシの系統は生を、相馬氏から、角田氏に改めている。室つの子孫は相馬をクリ屋を中心として、活動していたが、四代種村の死後、千歳の子、種氏と後を託した五歳の子、しだね、五代は家督を争った。しだねは、父の譲り状を、鎌倉幕府に提出したが、 鎌倉幕府はこれを認めず、種氏を継承者として認めた。このため、シダネの子、茂種、六代の代に、横領の恐れが高まったとして、源の頼朝により、所領として許されていた、六国幸法軍に入った。なお、種氏一族は、下嘘に残留して、下嘘相馬氏となる。南北朝時代には、道の久相馬氏、中村相馬氏は、北朝に組みし、 下宇佐相馬氏、流山相馬氏は南朝に属した。下宇佐、流山や道の区、中村の他にも、文家、所属は日本全土に拡散しており、彦根藩に仕えた一族の末裔からは相馬長種を出している。下宇佐相馬氏、流山相馬氏は鎌倉時代後期に内紛によって衰退したものの、室町時代には小学坊に従属して、 森谷城を本拠地として再興した。だが戦国時代には、北条氏に着くかどうかで分裂し、反北条派である所流の相馬春種は家督を奪った。春種は、北条氏に降伏後、天正期には、小田原聖伐で、北条氏に属したために改役されたが、この衆院は、徳川家康に内容したことで、春種給料の五千石を与えられた。衆院は、文録の役に際して、 被前国名古屋城で病死し、代わって弟の種臣に三前国が与えられたが、種臣の後を継いだ森種の時に、無つぐ断絶となっている。森種の死後、相馬氏が名門であることから特別に末程の聖種が徳川秀忠に召し出され、旗本として相馬軍内戦国で加盟最高が許された。一族には、一橋徳川家に出資したものもある。 相馬長種を出した、彦根相馬氏も、この流れ山相馬氏の当主である、相馬種広、種晴れの祖父の血を引き、相馬種利、種忠、種広の子、種貞の弟の孫と春種、妻が種晴れの娘の娘との間に生まれた、小決闘とされる。道のく相馬氏、中村相馬氏は、園祖、千葉氏が、源の頼朝から、欧州の小高に領地を受けた後、千葉氏族、 相馬茂種が移り住み、南北朝時代の初期は南朝が優勢な欧州において、数少ない北朝方の一族として活躍した。南北朝の騒乱が収まると、やや衰退し、室町時代後期には争っていた茂葉氏を滅ぼした、ものの、それでも、戦国時代初期には行方、茂葉、宇田の三軍を支配する家の正代妙に過ぎなかった。しかし武勇に秀でた当主が続き、 現在の米沢や宮城県を領する伊達市や、現在の茨城県北部を領する佐竹市に対しても一歩も引かなかった。伊達市とは、小高と中村の双方に目を配らせて三十回以上に及ぶ戦闘を重ね、たびたび苦敗を舐めさせている。やがて、伊達正宗は現れ、南欧州の諸大名が正宗の軍門に降った時も、相馬義種は敗れたとはいえ独立を維持し、 と戦う意地を見せた。天正十八年、1 5 9 0年、豊臣秀吉の小田原征伐に再と豊臣方について本領を安堵された。慶長五年、1 6 0 0年の関ヶ原の戦いにおいては、遠石の佐竹氏と共に中立。豊臣政権時代に、西軍、石田三成と親密であった佐竹義信の弟、岩木定隆と婚姻を結ぶなどしていたため、 西軍よりと皆さ、徳川家康によって改役された。しかし相馬と下根は抜閣に取り入ることで本領を安堵され、近世大名、中村藩主として生き抜くことに成功した。対照的に、日立を追放され、秋田に転保された佐竹氏とはその後も、養子を送り合うなど親密な関係を維持した。結果として、道のく相馬氏は、現在の浜通り夜の森井北を、 鎌倉海府から母親戦争終結に、至りまで七百四十年もの長期にわたって統治した。中村相馬氏の戦国大名としての意地を思わせる、相馬や馬追いが現在でも行われ、後世に相馬氏の優相差を示しているが、この、つなぎ馬門は今日でも、築土神社や神奈明神など、平野正門を祀る書社で社殿の装飾などに用いられている。 相馬中村藩の最後の藩主となった相馬とも種は明治維新後の大江騒動として世上を騒がせた相馬事件の長本人として有名になった人物である。誠種を精神障害を理由に押し込めにした家族と誠種への中説を尽くす旧藩主の西木織律義、清史が数度にわたって法廷で争ったこの事件は後に座敷牢を実質的に合法化した 精神描写看護法の成立に影した。第33代当主、相馬和種の母、雪川、尾崎幸雄の娘、妻、雪子は、麻生太郎の妹である。毎年、旧相馬中村藩領で行われる、相馬や馬追では藩主であった相馬氏の当主が、総大将の役を務めると決まっている。しかし、近年、2015年現在は、当主の名代として、 当主の子が務めることが多い。旧相馬中村藩領は、平成23年、2011年の東日本大震災で打撃を受けた上、その一部に立つ福島第一原子力発電所の事故によって、小高井南が立ち入り禁止区域となった。これに伴い、旧藩主家とその一族は一時北海道へ移った後、第34代相馬行種の代になって、 広島県東部にある神石高原町へ集団移住した。道のくそうまし。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。